デザートダッシュお願いします。あれデザートダッシュ、デザートダッシュだっけ、 あんま覚えてないけど、あそこの矢印はどう従っていいと思いますか。どう従う、よかった。すぐに右に壁があるってこと、すぐに右までちゃんと視野を広げてみたのはすごいナイスだったんだけど、これ上か、なるほど、上に系のコースは、あぶね、そう、こういうの上の視野がこいつ狭すぎるんで、マジ狭いから、そこ気をつけて、カーキーボードとかめっちゃ欲しいけどな。素晴らしい、いいブレーキ、美しいブレーキなんだけど、こっちと上が怖いが右か、はい、残念。お前の跳躍はそんなもんすよ。そんなもん、結局そんなもんなんで、なんかいきなり楽になったけど、なんで俺が1位になった瞬間そうやって楽するんだ、マジありえねえからな。あ、こっち行って、またお前の大丈夫、この結構さ、なるこっちだけど、危ない、なんか行き止めになってること思ったけど、アイテムそろそろ欲しいんだけどな、ないか、ないか。上だよ、上だよ、いや、これすぐに上だよね、延期する前にこれすぐに下行こい。こっちが、思ってるコースなんで、これ、右に思いっきりジャンプしてて、やべ、やべ、来るな。いっちゃもういい、いい、いって。遅かった、遅かった、この縁、嘘でしょ、まだあんの、ちょっともう無理なんだけど、なんか上になんか土管があるけど、関係ないから、でもルイージの差がちょっとこれやばいけど、これ負けても勝っても、ちょっと怒んないで誰も、マジで。いや、こいつは跳躍力カスなんで、すぐに行って、いい位置、一番左を、そらほら、跳躍力、ねえ、いい位置、置くねえ、君よし、一気に、さあ、広まった、広まったんで、これはちょっと、これは、おそらく、大丈夫できてない、大丈夫できてないんで、これは、俺が大丈夫できてないってことは、あいつもできてないから、多分あの、差は別に、縮まっていないので、全然焦る必要はない。アイテムがあったら取りたいんだけど、さすがにないか。あ、これは、勝ったのでしょ、こっちが表のコース、ちゃんと分かりますよ、こっちが表のコースなんで、まだ、もう一回、どっか来たら、そろそろぶち切れない!パックフラワーの家、パックフラワーの森、なるほど、この、パクラの森って言ってるからには、この土管には全部パクラが出てくると思うんですけど、なので、やっぱそうだよね。そこで死ぬとは思わなかった。まあでも、お前もすぐに行けるわけないで、結構行ける素晴らしい。そこで死ぬ、死なないか、素晴らしいな。じゃあ、ここを、すごい、これ、その無敵時間をうまく使ってとか、普通にむずい、普通にむずいぞ、これ。待って、時間ないならいいんだけど、正直時間ないならいい。行くな。やめて。俺行けないから、多分。俺普通に行けないから、タイムアップになれば、1連勝はそのまま継続されるので、やめてほしいんだけど、これで普通にいけたけどな。いいか、このまま。で、先に行ってるあいつらが死ぬってことは、やっぱそれほど難しいってこと。ルイージは先に行ってる。多分ルイージはね、一番、まあ、この上でいいんか、上でいいんか。はい。何行って、行ってほしい。行ってほしい。行ってほしい。サンキュー。ルイージは、消えてる。なるほど。ちょっと、じゃあ俺もちょっと、一回チャレンジしようかな。ちょ、行っていいよ、俺を。お前、もう上に押し潰す、押し潰すか。ちょっと待って、俺が死ぬ。俺が死ぬ。行っていいよ、行っていいよ。じゃあ、こいつ一回押し潰すわ。いや、ナイス、行った。こいつ、ちょ、俺もじゃあこっち。はい。クソ邪魔、クソ邪魔。クソ邪魔だけど負けらんねえ、いけ、いってけ。マリオお家へようこそ、マリオお家へようこそ。全くよくわからないけど、とりあえずここは、ダッシュを用いてシュン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 、素晴らしいんでしょうか。ジャンプでいかなくてもよかった気がしなくもないんだけど、これ何十個さん、絶対適当なことなんで、マリオのハウスって書いてあるんで、そこがなんか、ヒントになってきてるんだけど、おそらくどうでもいい、どうでもいいわ、マジで。死なないか、さすがに死ぬわ、ってことは2番。まあ、こっからだな、まあ、ここは正直どうでもいいんだけど、あの先だよな、あの先が、ピースイッチとかもあるけど、正直どうでもいいですよね。はい。何のヒップドロップ、俺を落とすには100年早いっす。いや、右に思いっきり行くのはちょっとやめよう、ここら辺で一回キープ。ここら辺でめちゃくちゃいいね、めちゃくちゃいいね、頭勝った。この適当な感じ、マリオハウスも正直どうでもいいから、まず絶対意味ないから、知らん上らしい、あいつ入ったけど、どう、いや絶対どこでもよかった、絶対、いやありえねえ、マジでマリオハウスこんなんすか。じゃあこれでも、なんか俺のところが、あ、待って、鍵のところあそこ開いてるわ、ちょっと、いやでもちょっとここまで来ちゃったから、ちょっとあそこ気になるから、ちょっと一応こっちが裏のコースだから、まあ、どっかに入るところあると思うんだけど、フィジカルでずっと俺戦ってきた高校生活、じゃ負けらんねえ、さすがに負けらんねえ、お前みたいにずっとゲームやってれば、おっすらおっすら、誰だマジで、多分最初のあの P スイッチ誰か押したんだけど、まあ関係ない、俺だから多分ね一番だと思うんだよ。バン、面白いコースだ。あ、でも面白いコースって大体滑るんだけど、これちょっとちゃんと面白そう。あの赤コインがとりあえず4つあるのに、あそこに3つしかない、これは面白いね。4つ必要なのにあそこに3つしかない、これは非常にファンポイントですね。1個取っちゃった。じゃああっちに戻るってことかな、戻るってことを考えると、まああっちに行っといていいんだけど、ちょっとクソ邪魔だなお前。サンキュー。
とりあえず、まあ、でも右を一回ちょっと確かに確かめたい気持ちもあるんだけど、でも右を調べたらマリオが死んだってことはやっぱりこっちでいいのかもしれない。とりあえずこっちに死なないこと最優先で行っちゃう。ここむずいね、ここをちょっと、どうするか、まず奪うところをまず探さなきゃいけない。そして奪った後にどうやっていくか。ここ強いね、ここを奪われないから理想はここに行きたいんだけど、まあ、ここから、ここからこっちに行くジャンプの練習しよう。もう100発100中ここにスタンって入る素晴らしいジャンプ力。もういや、ここで OK なんだけど、もう何してんの？何？私を勝ちたければ P スイッチを押して私のところ、私を出せと。気持ち悪すぎる。あ、なんか俺のファンいたよな。お前行けよ、青。お前行ってこいよ、お前。奴隷だから行ってこいよ、お前。P スイッチ押しに行け。押しても、あ、来た来た、行け、行け。いけてか、この青が俺のファンなんだけど、ちょっと、ねえ、もうさ、なにこれさ、なんか、よく見るやつ。なんかね、ドラマとかでよく見るやつ。お前も言ったら巻き添えだぞ。被害さらに増える。ドラマの見過ぎだよって君。どうする？ちょ、青が言ったんだけど、一人一人みんな狂ってるからな、マジで。ちょっと青はどう？いけ。カス、頑張って。マリオは消えて、死んでる。ちょっと負けてるやん。負けてるっていう表現もおかしいんだけど、俺でもあんまここ動きたくない。俺もここのクレーンゲームで俺死にそうだから、頑張って持ってきて。さあ、やっぱ死ぬよな、それ。普通に難しいもんな。頑張って。あいつなんか上手いんだよ、俺鍵。負けてるやん、めちゃくちゃ。ちょっと、ごめんは別にいいんだけど、頑張ってほしい。俺もごめん。いけないんだよ、俺たち。多分もう死んじゃうから、あんま死んじゃうから、マリオとちょっと、Pスイッチ押して、頑張って。いって、頑張れ。ナイスナイス、やっと奪ってきた。で、最後に俺がやばいから。カモン。青が今取ってるっぽいね。オッケー、取ってる。来た。はい、全部もらっちゃうの、そうやって。クレーンゲームあんまりたくないけど、おい。で、さっきの練習した、ちょっと待って、練習のあれを。お前だけの絶対渡さないからな。練習した、ここ。いけねえ。これなんだよ、ずっとやりたかったな。これがやりたかった。対戦横綱がいらないの、ほんと、こういうの。もう、キチガイみたいにみんなが勝利に向かって、これなの。全然違うやん。何それ。どこ行きゃいいの？ただ鍵を持ってる。これめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。はい、また入っちゃう。ちょ、なんか絶対ね、まだありそうで、P1 のドアとかも。はい、まあ、とりあえず一番に入ったんだけど。まあ、これやり直しかないか。もうやり直して、ちょっと、まあ、もう、すぐに行くしかない。ちょっと、なんとか、お前らさっきみたいに鍵の場合ずっとやってるよ。さっき、お前ら、遅延攻撃の得意やん。ちょ、待って。マジで待って。このゲーム、この、面白かったね。でもこのピースとかよくわかんないんだけど、協力しましょうとか言ってる。んー、あー、なんかまだやった。オッケー、ナイス。その時間大事。その時間大事だよ。ナイス、来ましたよと。ただ、この先が多分すぐに終わりなんだよ。見た感じすぐ終わりだから。どうするか。あっちで待っててもと正直ありなんだけど、ただそしたら完全な運になってしまうから、そして時間もない。そしてこういった遅延攻撃する。ちょっと待って、遅延攻撃するから、これダメ。そしてこれ遅延攻撃するから、やばい、失礼違い。ああ、ちょっ、おい、なんとか、おい、ちょっと、もういいや。マリオ勝って頑張れ。おい、いい、マジで。もう全部、ねえ、あいつ、ごめん、うまかったわ。うまっ。ちょっとダメだ。